どうも、ダンクローです。今回の動画は Air Max 97 シルバーバレット2022の紹介レビューをします。 Air Max 97が気になっている方、購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画は Air Max 97のざっくりとした紹介、ディテール、サイズ感の3点でお送りします。まずは Air Max 97をざっと紹介します。1997年に登場した Air Max です。2017年にも復刻され、今回5年ぶりに復刻されました。2022年は25周年アニバーサリーイヤーを祝し発売されました。クリスチャン・トレッサーというデザイナーによって生み出され、デザインは新幹線や水の波紋からインスパイアされたようです。彼はインスタグラムをやっており、今までデザインしたスニーカーのスケッチを投稿しており、その投稿の中に Air Max 97シルバーバレットのサンプルがあり、タンの数種、サイドパネルの数種は赤色、アウトソールのライン数種が黄色で、それはそれでかっこいいので、30周年や35周年記念なんかで実現してほしいなと個人的には思います。2017年の販売状況はスニーカーズや完売でしたが、今回はダダ余りなので、5年前に買えなかった私はリベンジができて嬉しかったです。続いてディテールを見ていきましょう。今回の復刻ではスニーカーボックスが1997年発売時のスニーカーボックスに変わっています。前回2017年のスニーカーボックスは赤い普通の箱でしたが、今回のこの変更に涙した往年のファンも多いのではないでしょうか。ジョーダン12のスニーカーボックスもこの箱が使われてますよね。パッと見ギラギラしているのかなという感じは受けると思うんですが、ギラついているのはマットガードのラメ感とリフレクターを備えたラインのみで、全体的にはめちゃくちゃギラついているという印象は受けないです。リフレクティブ仕様もバッチリ搭載されているので、夜のウォーキングやランニング安全に行うことができます。お待たせしました。最後に Air Max 972022年のサイズ感、履き心地をお伝えします。私は Air Max 97、98、Air Force One Low は 26.5cm、 Air Max 90、 Air Max 95は 27cm がちょうどいいサイズです。今回この Air Max 97シルバーバレット2022は 26.5cm を購入しました。結論、ハーフアップハーフダウンしなくてよかったです。2017年の Air Max 97ホワイトスネークスキンを持っているんですが、それに比べて横幅が大きくなったり縦が大きくなったりという印象は受けませんでした。なので Air Max 97シルバーバレット2022のサイズ選びで迷われた時は、今履かれているローカットのスニーカーと同じサイズでいいと思います。履き心地は固めです。地面に設置している部分を全て履かれているわけではないので正確とは言えないんですけども、このシューズの重さはだいたい 400g です。ニューバランス993と同じ重さです。いかがだったでしょうか。 Air Max 97シルバーバレット2022が気になっている方、購入を考えられている方の参考になれば幸いです。もしこの動画が少しでも参考になったよという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。感想や疑問ありましたらコメントしてください。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。
ありがとうございました。